科学忍者対ガッチャマン F は、科学忍者対ガッチャマンシリーズ第3作として、科学忍者対ガッチャマン2から連続して、フジテレビ系で毎週日曜日18時から18時30分に放送された、タツノコプロ制作のテレビアニメ。1979年10月7日から1980年8月31日まで、放映。全48話。 科学忍者隊は、ソーラーシフト計画を成功の一歩手前で阻止し、総裁 X の野望を打ち砕いた。ソーラーシフト計画で荒れ果てた地球は徐々にではあるが、復興を始めていた。その一方で、ドクター・ラッフェルを失い、彼の手により、サイボーグとして生まれ変わったジョーに内蔵された、ブラックボックスの解析とエネルギー補給のめどは進まず、火を追うごとに死が近づいていく。その頃、 隕石山の崩壊したギャラクター本部では、瓦礫の中に埋もれていた総裁 X の亡骸に、残されたメカ部分が活動を始め、あらゆる機会を取り込んで増殖していた。時を同じくして、マフィアのエゴボスラーファミリーは今が好機と、世界征服に打って出る。エゴボスラー対ガッチャマンの初めての対決の最中、突如現れた超巨大鉄獣メカに対し、ニューゴッドフェニックスは、 歯が立たず大破してしまう。鉄銃メカを作り出し操っていたのは総裁 X の亡骸から誕生した総統 Z であった。エゴボスラーと総統 Z は利害が一致したことで決託し、新生、ギャラクターを名乗ることになった。ニューゴッドフェニックスを撃墜され、満身創痍の4人を救ったカモノサブローギ師長は彼らをガッチャマン基地へと迎え入れ、新たなる翼。 ガッチャスパルタンと新たな武器、ガッチャマンフェンサー等を与える。ジョーのエネルギー補給の目どもたち、剣は仲間たちと共に3度ギャラクターを迎え撃つ。が、ガッチャマンフェンサーは、剣の命をも削るという、文字通り両話の剣であることを5人はまだ知らない。ガッチャマン2の続編であり、後年制作された OVA によるリメイク版などを、除けば、現時点でのシリーズの最終作である。 本作は全2作とはやや毛色の異なる人類とキャラクターの全面戦争を中心としたストーリーが特徴となった。これまでは南部の指令により活動をしていたが、本作では彼が国際科学技術庁長官に任命されたボーな日々を送っていることから基本的に剣が活動式を取るようになった。それに加えて本作では前作とは異なる設定を加えている。 しかし、逆に本編では、マイナスの印象を持つ設定なども発生してしまう。終盤では主要キャラクター、南部博士の死や、戦いのダメージで、細胞破壊に苦しむ剣の姿なども描かれ、ハードな展開となった。前作よりも、放映期間を1ヶ月短縮した形で、ガッチャマンは、本作で、シリーズ終了となったため、5番組、とんでも戦士、 ムッテキングは1年1ヶ月という放映期間となった。マンネリ化に陥った本編だが、今までにない設定もある。エゴボスラーが率いる新組織であり、彼が相当 Z と手を組んだことでギャラクターを襲名するエゴボスラーファミリーの存在は、全2作の敵組織、ギャラクターとは異なり、仲間意識が強いマフィアとして、組織に対する指揮や忠誠度も比較にならぬほど、 高く描かれていた。さらにこれまでのギャラクターが、主にテロを手段として、世界征服を狙う秘密結社だったのに対し、全世界相手に、堂々たる軍事行動を用いた点でも異色である。本作ではアグリカ、上陸作戦等、敵進行に合わせて、科学忍者隊が前線で活躍する展開が見られ、心臓人間キャシャーンや、コンバット、 のような軍事物の要素も色濃く内包されていた。なお、余談だがファミリーは、白尺家の略称、エゴラー、の掛け声で忠誠を表す。ファミリーのボスであるエゴボスラーは、総裁 X により、人工的に生み出されたミュータントであるベルクカッツェや、ゲルサドラとは異なり、自らの意志で、世界征服を狙い、相当 Z とは、部下ではなく、 同盟者として対等の立場を貫き、その力を利用せんとする誇り高く、野望の強いキャラクターとして描かれるなど、全2作とは大きく違う点がある。エゴボスラー役の中田浩二は、前作2の第14話で客演したことがあり、本作ではかつて全2作のレギュラー役を担当したことのある、大宮定二や寺島三夫が、別の人物役として客演している。 原点回帰を目指し、第一作の主題歌を作曲した小林亜生が再起用された。ただし、第一作で編曲を担当したボブ作馬は本作には不参加。系列は当時の系列、放送時間は個別に出展が提示されているつぼねを、除き1980年7月中旬から8月上旬、時点のものとする。ありがとうございます。